はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、このようにまあちょっとバルハラとトーマンって書いてありますけど、一応まあ見た目だけなので中身はまあかなりバラバラになっているんですけど、今回は少し前にやったね、まあ東京リベンジャーズ、まあ団体戦、ちょっと前っていうかね、団体戦をやったと思うんですよ。まあそれは、5回引いて勝ち抜きという形でやったんですけど、ではなくて今回は、本当に先方、次方、中堅、副将、大将で、まあ、先に3勝したら勝ちという、まあ要はあれ、勝ち抜きじゃなく入れ替えっていうのかな、まあそういう感じになります。で、本当は今後ね、まあ東京リベンジャーズ、まあ何度も言いますけど、大樹とか、まあその他のね、まあちょっとネタバレになるからちょっとキャラの名前言えないんですけど、まあ強キャラがまた出てきたら、その最強キャラ同士で戦わせるっていうのもちょっとやりたいなと。だから例えば、まあちょっとごめんなさいね、強いキャラまだちょっとネタバレ防止のために大樹ぐらいしか言えないんですけど、まあその、まあ大樹が、まあその出てきたり、そのしたら、例えばマイキー、イザナ、タイジュの3人でやってみたいな感じのもやっていきたいなと思ってるんですけど、まずはね、まだキャラクターがそこまで、まあ十分いるんだけど、その強キャラっていうのはまだ実装されていないので、だからこのように今のところうまく分けました。まあこちらイザナとドラケンがいると。あとはまあ結構基本ムーチョもいたりとか、あとまあハンマー、シュージもいるっていう形で、結構こっちも強いんですけど、でもその代わりこっちはそうなんですよ、マイキーがいるとバジ君とマイキーでも、ドラケンの方がバジ君より圧倒的に強いから、まあそのこっちはもうマイキー引く、まあ引くのにかなり有利かなっていう感じで、こっちはまあイザナとかドラケンがいるよみたいな形ですね。でまあもちろん先方相手もいるので、交互に先方、まずどっちでもいいからとりあえず適当に引いて、先方、次方、中堅、副将、大将、5人ずつだ、合計10体引きます。はい、ということでちょっとやっていきましょう。本当は1つのガチャでやりたかったんですけど、10体引くにはね、明らかに足りないので、キャラクターも足りないので2個使います。じゃあ行きましょうか。じゃあまずまあ適当に どっちでもいいけど、まあマイキー引けたら勝ちというか、まあどっちもね結構均等にしてるんですよ。本当に均等にしてるから、まあイザナとドラケンがいるかどうかって感じかな。でこっちはマイキーみたいな。じゃあマイキーからいきましょうか。いきます、マイキーガチャ。はい、おマイキー可能性あるよ。どうだマイキーマイキー来たね。じゃあこっち行こうか。はい、おどうだ、ムーチョ、ここで、あーこれはムーチョ、ムーチョはきついね。じゃあ今度、じゃあこっち行こうか。はい、こっちは、あーここの糸、なるほど。じゃあどっちでもいいけど、じゃあこっち、こっち行こうか。はい、おっ、イザナだほう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 、面白くなってきたね。じゃあどっちでもいいけど、じゃあこっち行こう。はい、さあこれは、あー、カズトラはちょっと不利じゃないか。さあ、じゃあもう一回こっち行こう、あえて。はい、ん、うわっ、清正くんだ結構あれなんだよね、通り目のモッドは分かりやすいんだよね、どっちが勝つかっていうのは。まだちょっと分かりにくいというか。じゃあこっち、はい、おっ、トーマンは基本強いが、チーフユ、ここでチーフユか、なるほど。じゃあこっち、トーマン、三ツ矢、うわー、三ツ矢と中冬。じゃあ最後、まあ、どっちでもいい、じゃあこっち行こうか。ドラケン残ってる方、じゃあこっちで2回引きましょう。はい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 、ハンマと、うわ、パーチンとハンマ最初がハンマだったよね、でパーチンだったね。ここにかかってそうじゃない、これ結構え、めっちゃ面白い戦いになりそうなんだけど。じゃあ行きましょうか。ちなみに戦わなそうなね、こことかここは、まあここもですけど、無理やり、モブバトルモッドで入れたいと思います。それじゃあまずムーチョとマイキー、はあ、ムーチョとマイキーできたか。ちなみにサムネなんですけど、多分ちょっと分かりにくいようにしてありますので、この通りになってないと思います。先に言っておきます。サムネの方はね、動画のサムネはネタバレ防止のために。じゃあ行きます。マイキーと、あ、ムーチョとマイキー。
いやこれはさすがにいくらムーチョが強いと言ってもマイキーじゃないか。さあスタート。さあどうなる、クリティカル。おっとここでマイキー、多分これマイキーのクリティカル。でもムーチョはなんかねそういう技使うんだよね、白っぽい技、なんかフワーンっていう技を使うので、いやわかんないよ、もしかしたらあるよ。ムーチョ、ムーチョの大逆。おお、でもムーチョやっぱ強いね。ドラケンよりなんかね、コメント欄では結構ドラケンより強いんじゃないっていうコメントもあったぐらいだったので、まあ、ムーチョここでマイキーがムーチョを勝ったの強いね。じゃあ残った方をこうしましょう。はい、勝った方ね、これの方が分かりやすいので。じゃあ次ココノイとイザナ、これはまあさすがにまあまあまあイザナの勝ちなんじゃないかな。これ戦うかな。あ戦うね、オッケー。そうか、別の隊員だから一応あれか、原作通りといっても、まあ、あんま言うとちょっとネタバレになるからあれだけど、まあこれはイザナの勝利じゃないか。ここ結構分かりきっちゃうね、やっぱり隊員同士じゃないとさ、隊長同士じゃないと。まあこのようにイザナの勝利と。いやいいんじゃない、面白くなってきたよ。では次ここカズトラ VS キヨ、いや分かんない、キヨマサワンチャンさ、あれキヨマサ消えた。ブスって刺せばさ一撃みたいなありそうじゃない。よー、一撃刺せ、しかしブス、おあー惜しい惜しい、キヨマサ頑張った。なんかキヨマサ応援しちゃうわ、カズトラ好きなのに。カズトラ僕好きなキャラなのになんかキヨマサ応援してしまう。あれどっちだった、こっちだよね、こっちだよね、やばい、ちょっと覚えとかなか、こっちだよね、大丈夫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 です。じゃあ次千冬が上ね、千冬と三ツ矢くん行きましょう。ここはさすがに副隊長と隊長となると、まあ隊長の方が有利なのかな。さあ三ツ矢のあまり僕能力強さ知らないからね、あんまりサバイバルでもあんまり出てきてないんですよね、三ツ矢って。出てきてるけど戦ってないから、まあでもやっぱり強いでしょ三ツ矢は。そうだね、でもあんまり戦闘向けっていう感じじゃないのかな、なんかねえ、その結構、おー、まあ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 、おー、ちゆい頑張ってる、40も食らわせたね。じゃあ三ツ矢、さあまあまあここまでは正直言うと予定通りですよ。最後です、ハンマーシュージ VS パーチンでござる。いやこれは本当に分かんない、うん、これはねあのガチで分かりません。パーチン強いんですよ、このまあこのっていうか、もともとねやっぱり東京リベンジャーズでもやっぱりそのなんかね早々と捕まってしまったイメージあるんだけど、パーチン強いからね、いきましょう。いやーこれはどっちも応援したい、ハンマーも好きだからな、ハンマーシュージも好きだけど、でもやっぱりなんかキャラ的にパーチン応援してしまうかな。パーチン、さあど、さあパーチン、さあ先制攻撃はパーチンがされている。おっとパーチン攻撃する暇がない、パーチンさん、パーさん、パーパー、えパーパーパーどうした、パーえパー、あれなんで、えパーチン、ちょっと待って、あ戦うよね戦うよね戦うよねあれってことはハンマーが、まあまあハンマーシュートの勝利ですよ、勝利だけど、えこれ攻撃する暇がないほど多分攻撃されてる、ああそうだね、攻撃する暇がないんだ、うんうん、多分連続攻撃を食らっていたから、まあでもどっちにしてもこれは多分、ああそうだね、ハンマーシュージの方が強いかな、まあそうですね、どちらにしてもハンマーシュージの勝ちだったけど、ハンマーシュージの勝ちでございます。はい、ということで、まあこちら、マイキーを最初に引いた方、まあ別にどのチームとかないんですけど、こちらの勝利ということで、はい、ということで今回、なんかちょっとこっちにいっぱいありますが、建物がありますが、今後ね、通り目の方で、まあ、結構こういうガチャ系とか、ちょっといろんなことをやっていきたいと思っておりますので、まあ、よかったら見ていただけたら嬉しいです。強キャラちょっともうちょっと通り目がね、その鬼滅の刃とかと争えるような能力値というか、やっぱりいろんな多分ステータスなんか修正とかもあったりするかもしれないので、まあそしたらなんかその鬼滅の刃のキャラクターともし戦い合えるとしたら、そうだね、こういう鬼滅の刃のキャラクター、まあ今ちょっと実はもっと入れてるんですけど、鬼滅の刃のもっと入れてるんですけど、うーん、ここら辺とちょっと戦えたらなっていう、炭治郎とかとね、
炭治郎とかと戦えたらなと、はい、思っております。ということで、なんか雨降ってきましたが、今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。